これメインのところのさ、はい、内訳わかる？いやこれ大盛り上がりですね。ライブで早くやりたいですよね、うん、この番組はキャラのスポンサーでしょうな。お送りします。さあ待っております。葉月さん、こんばんは。今日もお願いします。臨時の葉月さん、今日お迎えして動画撮っていこうと思っております。ありがとうございます。そんなあそんないいんですか、いいんですか。ブランディングがいないよ。ありがとうございます。こんな開幕で、素敵な開幕でお送りしておりますが、はい、マイスキルム講師のデスノリさんもほんと、リンちゃんさんで、今日ですね動画撮っていこうと思っております。今日なんですけれども、はい、はい、僕のチャンネルで大変ご好評いただいております企画がありまして、うん、ご本人リアクションシリーズっていうのがあるんですよ。ご本人？そうなんですよ、ご本人。あ、これそう、そんな名前だったっけ、それ。本人リアクションシリーズのがあるんです。鏡とかがやってるでしょ。あ、そうですね、リッチョとかね。そうなんです、そうなんです。リッチョみたいなのできないよ俺いや、なのでうわって似てますねそれっす、できない。リッチョかと思います。そんなに驚けない自分。いや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 、もうシビアだから。いや、そうなんです。だからちょっといつもと雰囲気は違うと思うんですが、だからもうご本人とですね、最近そのリンチの新曲が、はいはい、YouTube に MV がですねめでたく上がりまして、ありがとうございます。6月26日発売のフィアス EP、うん、5曲入りの EP が発売されますということで、はい、その中の1曲、うん、これ一応リード、これリード、これ2曲目ですね。ああ、そういうことですね。2曲目です。というですね、エキセントリックという、はい、曲が、上がっておりましたので、うん、ご本人と MV を視聴していこうというコーナーでございます、はい、やった、ありがとうございます。恥ずかしいね。ということなんで、いろんなこう苦労話とかもあるんじゃないかななんて僕ちょっと思ってるんで、撮るとき、録音のとかいっぱいありますよ。あ、やった。一番嫌だったこれが一番嫌だったやつが一番嫌、あが詰まってんですね、はい、いいですね。一番嫌です。この辺をちょっと伺っていきつつ、うん、見れたらすごい面白いかなと思って、もう僕普通にこの曲めちゃくちゃ好きで、ありがとうございます。めちゃくちゃ聴いてるんですよ。ありがとうございます。本当に一日本当に何回も聴いてるぐらいの感じ、本当に好きなんで、皆さんとちょっとぜひ共有したいなと思っておりますんで、はい、ぜひ最後までご覧くださいということで、お願いします。このチャンネルはこんな感じで、日々発生環境の話とか今日みたいなリアクション動画とかアップロードしますんで、まだチャンネル登録を済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。葉月さんのチャンネルも概要欄に貼ってますんで、ぜひそちらもよろしくお願いします。お願いします。さあ、いっちゃいましょう。よし、じゃあ行っちゃいますね。見ていきましょう。これどうすればいい？これこれですか？最速で飛び出る。始まりました。最速で飛び出る。ごめん。確かに確かに。曲に関係ないとか飛び出る。いやもうただ見ていくだけがで大丈夫なんで。喋んなくていいの？まあ随時僕もちょっと振っていきますね。わかりました。そう、ぜひぜひ。最速で止めた。最速で止まりましたね。1秒ぐらい止まりましたね。新しいですね、これ。すいません。いや、とんでもないです。じゃあお願いします。いや、お願いします。フィアス EP 26日発売。すっごい軽いですね、いきなり。このリフ、この感じなんですよね。新しいですか。まあね、チャレンジ。ああ、これチャレンジだったんじゃないですか。チャレンジだけど、はい、でも実はルーツなんですよ。なるほど。そう、まあ、いわゆるこういうニューメタルっていう、ニューメタルですね、90年代後半から2000年代初頭にかけて流行り散らかした、流行り散らかしましたね、まあ、リンキンパーク、リンプビズキット、はい、レイジアゲンストザマシーンとか、そういう人たちがスリップノット、うん、まあ、ミクスチャーとも言われてましたけど、そうですよね、そのヒップホップのノリをで、まあ、こういうラップメタル、ラップメタルですよね、ものがあったんだけど、俺もラップできないし、まず、はいはいはい、練習しようとも思ったことないし、はいはい、なんかちょっとね、うん、空気が乾きすぎて、はいはいはい、アメリカンすぎて、わかりますね。もうちょっと俺は湿っててほしかったわけよ。めっちゃわかりますね。もっとドライですよね。そう、ダークでウェットな世界の方が好きだったから、はい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 、確かに生めかしいイメージはリンチに関しては特にありますね。当時は避けてた。なるほどな。これはでも、もう一通り激しい音楽もう20年もやったから今あえてもうルーツでもあるし、確かに向き合ってみるのもおもろいなっていう。確かに。そう、でもやっぱ普通のラップは無理だったね。ああ、まあまあ、ね、まあまあ、確かに確かに確かに、うん、でも分かりますね。葉月さん普通にそのプライベートとかでこれいいよみたいな感じで音楽を売っていただくこともあるんですけど、これ話のことが。あ、そうだっけ。そうなんです。それもなんか本当2年ぐらい前に、ちょっとバンド名忘れちゃいましたけど、うん、ラップメタルの曲を送っていただいたことがあって、あ、こういうの好きなんだと思ってますね。
まあ、その感じっていうか、そうね、ついに自分のついにご自分のバンドでもやられたなっていう感じで、はい、っていうところから始まります。全部シャウトですよ。いやー、この後でもう一回聞きたいことが出てきちゃったな。このリフが癖になるんですよね。意外とギターのことに触れていくんだ。意外とここに何本入ってると思う。ここのシャウト、そうそうなんですよ。ここのシャウトわけわかんないと思って。あ、じゃあもう一回聞いですか。何本かあるわけですね。何本かある。わかんないですけど、少なくとも3つぐらい聞こえます。お、正解は、はい、3本。当てちゃったよ。3本。当てちゃいましたけど。今のメインの、はい、ライブで僕が歌うであろう部分、はい、で3本、はあはあ、その間に入ってくる、はい、ベランベランメイってやつ、ベランベランメイって聞こえますね。そうそうそう、あれが高いやつに聞こえます。何本だろうな。お、6本多分あれは、はい、ライブでみんなに言ってもらうパートだから、ガヤパート。なるほど、ガヤです。本数が必要だ。ああ、はいはいはい。で6本。3種類の声を2本ずつ取って、はあ、なるほど。そうだから A メロだけで9本、9トラック9トラック分 A メロだけでシャウトしなきゃいけない。やば、すごい仕事ですよ。確かに詰まってんですね。そう、そだから大変だった。そういうことですね、うん、大変だったの。ここがまずその1個だろうなと思ってて、うん、やっぱそうなんですね。そうだし、ここのシャウトの厚みやばいんですよ皆さん。なんかわけわかんないですよ。わけわかんないよね。わけわかんないです。わけわかんないと思うのがずっと聞いてたんですけど、こう次こことか、うん、ここだ、うん、今のが6本。そういうことですね。でメインは基本的にはこれ中域の感じの、これメインのところのさ、はい、内訳わかる？シャウトの種類なんですか？そう、3本の内訳。これわかったらすごい耳やな。いやー、ちょっと待ってください。メインのところですか？そう、この辺ですか、うん、内訳ですか？その3本の内訳、うん、3本の、どういう音が3本入ってる？うわー、むず面白い、これむず面白い。いや、これむずいね。これは入ってるんですけど、絶対真ん中の、まあ、イボーク系は入ってると思うんですよね。あ、なんか要はその葉月さんのまず得意な、うん、アドアは入ってるんですよ。お、絶対に、はい、ここでモゴモゴ鳴ってるのがいるんですけど、それは絶対アドアで、塗り替えたアドアは入ってて、うわ、で普通の中域、葉月さんがよくやられる、皆さんのイメージにある葉月さんの中域も入ってると思うんですけど、ミドルね、ミドルが入ってる、はいはい、もう一個何ってなってますね。序盤に分かったんですけど、もう一個前に面白い。え、分からん、なんだこれ。いや、分からんかも。うわ、分からん、なんだこれ。いや、これ分かんないっす。分かんないっす。分かんないっす、これ。もう一個。じゃあ正解は、はい、ミドルはないです。一個しか合ってないっすか。実は。そう。アドアだけ正解。アドアが2本。なるほど。そう、 LR というか、まあ LR してないかな、縦かな、こう音量違いでダブルとして弾いてあって、面白い。2つで、もう一個は、はい、ガナリです。あ、なるほど、うん、これぐらい。なるほど。 Yo, what's up? そうなんですか。そう、分からん。だからそれが多分混ざり合って緑に聞こえた。そうですね、そうですね、うん、なんか離れて聞こえたんですよね、あ、音像が。あ、でもまあ離れてる。そういうことですね。そういうこと。真ん中に一個でかいのがあって、うん、でそのこれぐらい距離が離れて、うん、そのふわふわのアドアが聞こえたんで、うん、でも他なんだって思ったっすね、うん、そうなんですか。 それが混ざってミドル聞こえたんだろう。面白い、めちゃめちゃ裏話。ミドルをここで入れちゃうと、はい、後のサビとかのシャウトがちょっと弱くなっちゃう。そういうことですよね。転調パンってした時に強くなるように。面白っ。ちょっとここは押さえる。めっちゃ面白い。そうなんですね、うん、展開力ってことですよね。その後の展開考えて、そう、ね、そうそうそう、あんまここでやりすぎない。面白っ。逆にその多様性があって面白いなと思いますね。
ありがとうございます。ロックミに変わった。なるほど。まあね、ここウェットですよね、逆に。そうだね、ですよ、ウェットのせいで。リンチっぽさが入る。ジャパン入る。ジャパン入るよね、ジャパニーズが。ジャパンダークネス入る。そうですよね。これ裏で鳴ってるのって葉月さんの声ですか、これコーラスハモリってやつですね。ハモリちょっともう一回流して。忘れた。あ、それね、ギター。やっぱギターなんですね、うん、ギターかこれ、これど、なんかどっちなんだろう。ギターのアルペジオの倍音が声みたいに聞こえるね、これ。そうですよね。なんか別に狙ってないと思うけどね。あ、なるほどなるほど。普通の、多分普通の歪みだと思うけど、うん、あ、そうなんですね、うん、今ギターかなと思いつつ、デロさんのパートかな。そうなんですね、うん、ちょうどなんか葉月さんの声の周波数に似てて、ああ確かに俺の声みたいだなって今も。ですよね、うん、言われてみれば。そうなんですよ、どっちなんだろうな、これ聞きたいなと思ってたんですけど。ここからまた変わるんですよね。ここで初見どころ。確かにそういうことです。これ帰宅に使えますね、これ。どういうこと。あー、ほんとだ。帰宅知らんかった。いやいや使えます。いえね、帰った時ね。いえ、俺の伝統芸をよく。伝統芸だから本当じゃん。イボークと、もうなんかもう一個ありましたよね。イボーク、フェニックス、フェニックスだ、そうだ、七席、そうだ、そうですね、イエーイもあるし、これで来ましたね。来たね、新作来ました、新作のちょうどいい帰宅がちょうどいい。今日帰ったらやろう。ありがとうございます。いいですね、本当や。そうなんですよ、それを思ってましたね。めちゃくちゃイエーイですね。BGM が上がる。あ、これもそう、こっからなんですよ、サビ。そうですよ、サビが。そうです、この当たり前ですよ。この展開、うん、びっくりするんですよ。そうね、そう、びっくりするんですよ、びっくりするんですよね。ここまで撮っておきたかったね。そういうことですね。あ、そういうことか。エキセントリックってタイトルもここで、はい、連呼するっていうのは決まってたから。はいはいはい、ここに自分のその一番らしい声を。ああ、なるほど、持っていきたいな。ピークですね。そう、ピークね。このピーク、ピークは、ピークはでも次だけどね。確かに俺はね。そうですよね、個人的には、ね、そうですよね。この僕カズキさんのこの好きなボーカルワークの、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、お、まあそうだな、あとでまたもう一個、そのうちの一つは言うんですけど、はいはい、まずここで一個あって、次だ、これ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 、あ、笑い声、笑い声、これも入ってきますね。隙間があるとね。そうなんです。隙間があるとすぐ入れるからね。そうなんです、それちょうど後で言おうとしてやったんですけど、隙間があるとすぐ何かやってくれるんですよ。そうですね、なんか、うん、もったいないなと。いや、わかりますわ。暇だな、ここ。エッセンス足しとこうみたいな。そう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 。それ、後でもこれ随所出てくるんですけど、その隙間があるところに埋めてくれるっていうパターン。あ、なんかあったっけ。ある。あー、あるね。あるんですね。そうそう、はいはい。あるんですけど、この笑い声っていうのも。はい。これ、何でしたっけ、デッドマンかなんかの影響なんでしたっけ。笑い方でもいろいろあるんですね。そう。なんかおもろ感じ。そういうことですよね。うん、みんないろんな人の影響を受けてるんですよね。うん、この疾走がね。いや、これ大盛り上がりですね。ね、ライブで早くやりたいですよね。うん、いや、これ絶対いいな。でからのこれ。いい、うん、こんな感じで。お、いや、リンチっぽいっすね、ここ。あ、そうリンチっぽいっすね、このパターン。初登場シャウト今出たのかな。え、初じゃないか、別にあれは。この辺ですか。あ、いや、この曲で。あ、この曲ですね。高いやつが出たの。確かに
出てましたね今のところ。潰してイメージですね、イメージとしてミドルですけど、うん、若干ポジション高めな感じ。どの喉喉のですね。喉か、どうだろう、若干高めな気がしましたね。上にちょっと平ったい感じが、キラキラがいっぱいあるね。キラキラしてますよね、うん、ここに関してはこっちの成分薄めで、そうだね、こっちちょっと平ために使ってる感じがしますね。微妙にやっぱ違うんですよ。でもなんでそうしたか覚えてない大変さを物語ってますね。記憶にないです、記憶にないいろいろ味わえますね、この曲は。ここがおすすめなんですよ。ここですか、ここ止めたじゃん。どこですか、この次、この次だ、この次ですね、この次ですね、この次が僕が一番こだわったの。あ、オッケーです、オッケーです、ここの次っすよらしいですね、皆さん。ここやばいっすよね、これ、あ、これのこと言ってたのか、さっき。これ好きっす、ここめっちゃいいっす、うん、ボルテージ上がります、ここ。これもね、いろいろやったんだけど、あー、パターンをいろいろ試したんですね。何も決まってなくて。なるほど。あれ多分ライブでそのまま再現できないと思う。いや、何小節目で入ってるのかよくわかんないから。それも逆に僕いいと思っててそのライブでパターン結構変わるじゃないですか。あ、それこそなんだろうな、あの、はずきさんソロのヒロインの、はい、あの後半のガテラルのところとか、感想の感想の、はいはい、とか、それこそギャロンズの最後の展開とか、はい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 、結構原曲と変えてくださること多いじゃないですか。あれ魔法音チャンネルオマージュだ、逆に魔法音バージョンだから。ありがとうございます、嬉しいです、ギャロンズの最後の、最後あれいいんですよね。ああ、気持ちいいですね。気持ちいいですよね。だからここがどうなるのか、こうライブ皆さん行くしかないですね、これね。これがじゃあこの録音上一番ハマった、まあこの高いやつのロングトーンが、はい、まあ個人的には得意なんで。そうですよね、そう、ジャキジャキ、もうどこまでもやった、もう、OK、とっくに OK テイク出てるけどなるほど、まだいける、まだいける、ああもうじゃあ突き詰めたわけですね、うん、得意なやつを尖らせ切ったわけですね。僕的に一番気持ちいいとこまで持ってきました。ここ、こそめっちゃ、いや気持ちいいですよ、ここジャキジャキですもん。この粒空、ね、ここ水結構サビですね、先に出される。ああ、これ最後がなりっすかね、これサビの最後すべて。そうです、あ、そうですよね、がなりですよね、うん、うん、ミドルだったかな。おお、もう一回来るもう一回来る、さっきと一緒や繰り返し繰り返し繰り返しで、いや、これがいいですよね、ライブにおいては使い切れる感じがして。おら、これよ、すいません、レオさん、いやいや、ここだけ変わるよっていう。あ、ここですよね、繰り返しだけね、ここの部分ですね。イエイカモン、次か、変わりますね、あ、いい、確かにこれの最後も好きだな、いいっすね、ロングリー、ハイレロングですね、最後ですね、ここかっこいい、ここめっちゃかっこいい、思ったよりミドルだった。そうなんですよ、思いました、さっきのハイよりも。そうだね、二回りとは言わないですけど、なんかちょっと太めでしたよね、さっきのこの辺で、ね、今のこの辺ですね、ドミドルがここだったとしたら、ミドルから繋げたからでしょうね。ああ、そうだね、そうですよね、さすがですね、何が分析できたんですね、いや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 完璧に、いや、うん、ミドルハイぐらいな、おお最後ミドルしたくない、うん、あっ、この終わり方いいっすよね、Aメロで終わる、そうです
これサビいいですね、無限に繰り返せそうですね、ライブで。ねえ、いや、いやだよね、いやです。いやです。いやらしいです。しんどいです。ないです。いや、素晴らしいです。ありがとうございます。シャウトいっぱいありましたね。いっぱいありましたね。ありがとうございました。いろんな種類があったし、うん、展開もなんか、これ3分20秒ぐらいの、うん、めちゃくちゃ長い曲ではないじゃないですか。うん、ちょっと、なんなら短めじゃないですか。そうね。だけど、なんか全部味わえますね。ピンチの割となんか、うん、ウェットな部分から、でも新しいこのドライな部分から、うん、高いシャウト、ミドルのシャウト、がなり、低いのやってないんだよね、これ。確かに。この曲は。確かに。それでも他の曲で来てますから。やった、うん、他の曲どうなんですか、いろんなことやっぱされてるんですか。ちょっと増えたかも。おぉ、うん、ちょっと増えてる。これは。で、この、エキセントリックのレックが大変すぎて、はい、なるほど、こっから この日シャウトをしまくったから、あこの日俺シャウト上手くなったのよ、一気に戦いの中でギリギリすぎるんだけどこの日一気に上手くなって面白、はい、だからそのあでもこれを一番最初に撮ったからそうだね、あなるほど、他の曲はエキセントリックを経ていいですね、より調子よく出せるような状態のものが来てるからめちゃくちゃいいですね、うん、順番大正解だったわけですね、そうかもね、ああバリエーションすごい豊かだと思います、シャウトのめっちゃ楽しみですね、うん、割と全曲、うん、シャウト目なんですか今回、まあ最後の曲だけバラードですけど、なるほど、うん、他はもう必ず少しは入ってる、ああいいですね、うん、それこそ低いやつとか低いやつもある、あ、うん、今まで音源に入れたことない音もあるから、やったー、6月26日、多分もうこの動画出てる頃には、うん、はい、出てると思いますんで、あの、概要欄チェックしていただいて、ぜひご購入ください。はい。ということで、いや、ありがとうございます。大変豪華なリアクション動画でございました。ありがとうございます。って感じで、今回の動画が良かったという方、グッドボタンと、あとチャンネル登録までお済みでない方、はずきさんのチャンネルも含めて、ぜひよろしくお願いします。って感じでご視聴ありがとうございました。バイバイ。